はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、アズレンの実況をしていきたいと思います。やばい、キレがすごく悪い。というわけで、今日はガチャパートというか幻想パートの予定なのですが、まあいろいろとね、ちょっとねいろいろと進めておりますが、まあまだまだねかなり手探りでやっておりますが、なんとかなるかな。で、一応大艦隊は、まあ、所属して、しかもなんか多分お願いしないと除隊できないっぽいので、おう、うん、なのでとりあえずジェムはコメントでいただいた通りで業者に使いました。業者で拡張ができると。そう、ここに今ね3名にしてますね。そう、このね訓練枠を増やせると、うん、ここに使った方がいいよというアドバイスをいただいたので上げておきました。まだねちょっと足りないんで、次は500必要なんでね、うん、ここも快適度ちょっとねいじりたいんだけど、ここをいじるパートも今度やろう、うん、快適度を上げた方が軽減値とかもいいらしいのでね、うん、はい、というわけで、建造パートいきましょう。まあ、とりあえずイベントのやつ優先でいいですかね。ちょっとしばらく引いてなかったんで、キューブとかもそこそこと持ってきましたね。いきましょう。あ、でも結構賃金使っちゃったなうん、まあ行きましょうか1時間半じゃない、1時間20分。これは表示しないってやるとさ、まあ、使ってもらって全然構わないけど、まあいいか。ペンサコーラね引いてましたね。やっていきましょう。ガンガンいくよあー、そういう感じね。おっ、デネシーじゃなかった、テネシーだった。うん、オッケーオッケー。戦艦が結構幅広くなったかな。4時間10分レパルスか。まあ、レパルスはね、何やっけ、突破しちゃうんでいいかなと。あと比叡が欲しいんだよね。1時間半あ、サホークちゃんか。4時間だと嫌な予感。オクラホマですよねオクラホマめっちゃ効くから。なんかあ、もうマネーがない。シロプシャやばい。マネーがないからちょっとお金もらってきますね。そう、ちょっとねお金使いすぎちゃったなショップ一回買い占めたろう思って買い占めちゃったらちょっとお金なくなっちゃった。てかお金ねずっと上限にしちゃってたから、学園の支給がさちょっとね逆にちょっとずっとフローしててもったいなかったっていうのがあって、うん、お金の使い道をねちょっとねだいぶ下手だったなと自分でも思うんですが、これでまたお金増えちょっと増えたんで検討しましょうか。これはでもラストか、いきましょう。4時間20分ってなると、あ、カリフォルニア、まあ、カリフォルニアも突破できるんでよしという感じですかね。あとはなんだろう、なんかやることあるかな。装備とかはしたけど、まあ突破は裏でちょこちょこやってまして、出撃ね、それよく考えたらまあバトルパートも取ってもいいんですけど、まあまだ全然進めてないんだよね実を言うとね。うん、さあ演習ってやったことないんだよな。演習やってみようかな。うん、そうだね。ああ、でもこのゲーム持たないといけないかな。ちょっと待って一応あとね1の1てか第1章全部やったんで、これでハードモードができるんで、ちょっとハードモードね、イベントのためにやっとかないとね。でちょっと初めての演習やりますか。順位が出てるけど、防御艦隊、ああ、これ現状あれか、私何も設定してないんだこれ。これはここ設定しないとダメってことかな。あーですね、何も設定しなかった、初期状態。とりあえずエンタープライズをど真ん中にしといて、まあ大体ですね。これ配置関係あるんですかね、あんま気にしたことがないんだけど。んでレパルスの方が強い。あら、マラフィーちゃんそこで、あとプリンツオリエン、プリンツオリエンどうしようかな。突破させちゃった方がいいのかな。やっぱなんかばらけさせてるのがなんかもったいないような気もしますね。で、ヨークか。ヨークが一番揃ってる感じ。うん。どうしようかな。でもヘレナさん使ってたやつだね。ヘレナさんでいくか。
じゃあこれで出撃すればいいのかな。とはいえ格上なんですよね、完全に相手が。まあやってみますか。いやー全然総合力が、あ、演習10回もできるんだ。やっといた方がいいのかな。どう考えてもこれ強いよね。ちょっと一回相手変えてみようか。あ、いるね、格下っぽい子。とりあえずやっぱ勝ちたいから。よくわからん。とりあえずやってみよう。あれ？あ、あれ？あ、あれ防御艦隊とは別なんだ。ここで今設定すんの？ん？何これ？ごめんなさい、ルールが分かってない。これ攻撃艦隊と防御艦隊は別ってことか。んこれっていうゲームはあれだったんですけど。あれ？なんかおかしくない？ああ、いいのか。なんか変だったよね。なになに？おう。で、防御部隊と一緒でいいのかな、よくわからん。とりあえず出撃してみますか。はい、行ってみましょうか。いざバトル、初めての演習、ドキドキ。あ、なに、自動なのこれ。自動か、自動にしたことないから。これやっぱり置きっぱでよかったな。まあ、レベルが違いすぎない。あ、でもあれか、レベルは相手の、何だっけ、低得レベルみたいなもんだから。でも硬くないですか。当たってない。いやー、自分で操作したいな、これ。ダメ。これ、さ、相手のさ、防御部隊2人なんだよね。これ負けちゃうんじゃないこれ。6対2で負けちゃうんじゃないこれ。大丈夫かな。6対2で負けちゃいそうな気がするんだけど。で、一応上に時間があるんだね。時間内までの評価かな、ってことは。いや、エンタープライズ結構食らってるよ。いやー、結構相手回復させてくるから、全然減らないんだけど。いや、回復足りないんじゃない？あー、でも、そこそこ削ったか。バック先に潰した方がいいんじゃない？バックで回復してる気がするんだよね。相手は本気なの？6対2でいい勝負してるとかさ、ちょっとまずいんじゃないかな。まあ、確かに私始めたばっかだからね、しょうがないんだけど。なんか相手の戦闘力、あ、でもそっか、だから2部隊しかいなかったから総合値が低かったけど、2部隊であの私とあんまり総合値変わんなかったんじゃないっていう感じ。まあ一応さすがに総合評価では勝てるからね。まあ多分これは相手の方が美味しくさせてくれてるんだよね。あれどうなんだろうな。演習は、でもあれなんかランキングとかも出るんだったらちゃんとやった方がいいのかな。まあ本当はね、結構、パンコレとかでも一人落ちとかやってたからね。わあ、すげえ。2分56秒。夏に戦いですよ。いやまあでも確実に減らしてますね。こっちもだいぶ減ってるんだけど。やっぱプリンツオイゲンは回復ついてるんだよね。支援なんとかっていう回復ついてるから、多分それで全然減らないね。回復しまくってる感じ。あ、なんとか時間内に撃墜はできそうかな。OK。あ、まだ。今倒したかと思ってる。倒したな。さあ落ちるか。さあ前衛さえ落としちゃえば。これ後衛出てくるのかな。みんなあんま見たことないんだよ。そういうの。この程度じゃ足りないわ。ユーガーだけじゃありませんよ。もっとだ。あ、エンタープライズが。なんかめっちゃ前行った。めっちゃ前行って多分殴ってる。これ何、画面変えらんないよ。
何が行われてるのか全然わからないですけど。この程度じゃ足りないわ。あ、上にすごいゲージがあったんだよ。あ、これ多分コストなんかな。あ、画面変わった。あ、てか終わった。勝った、完全勝利。あ、ここでもらえるんだこれ。そっかそっか、演習したらこの剣でマークもらえるんだね。特集なんとかってやつ。なるほど、わかりました。初めての研修楽しかったです。研修じゃないや、演習。そう、これやった方がいいですね、そしたらね。てかみんな強そうじゃない。あ、でもそうじゃないか。主力と先鋒。ああ、そういう感じか。主力と先鋒のスペックがよく考えたら総合力じゃない、そういうことね。見方がそもそも違っていたってことか。なるほど。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺で終了しますか。お疲れ様でした。バイバイです。